中日、中日。あ、立つ。立つ？立つかっこよかったよ。いやいや、かっこはいいんですよ。いや、チームとして今どうなんですか。いやいや、だから喧嘩してるよ。中で。いや、中じゃなくて、相手と。言うたじゃない、野球は喧嘩ですよ。ね、髭も剃って。髪も剃ってきたけど、綺麗。まあ、そう。僕も剃って。一応、電気カミソリで剃って、はい、一応あのホテルで T 字で。いや僕もね、YouTube でちょっとひげ伸ばしっぱなしで来るんですけど、うん、やっぱさすがに達川さん来るからもうひげ剃って。いやそう、私生やしとったら帰っとったよもう。そうでしょ。失礼なの思ってたら。幸せそうなのしかし。いやいや、そんなんじゃないですよ。中日はどうですか。中日はね、やっぱりあの戦う集団になりつつある。うんうん、そうですね。いい感じよ。やっぱりね、あの練習わしらはあの上からね、陰ながら見ようけどね、こうやってすごいこうきちっとしたアップもするし、でやっぱり選手が守護とかああいうのしないよ。昭和に近い、まあ、そんな野球やってる。そんな雰囲気ありますよね。昭和に近い、うん、まあ、星野さんに近いのかなっていう。まあ星野さんの血を引いてるからね。まあそうですね。でもね、あいつは偉いのは星野さんのいいとこ取りしてるから。どっちかというと、まあ徳川家康という感じよね。まあ泣くまで待とう、星野さんの前は泣かぬならこっち。ぬぬぬぬぬ、それはそれはダメよ、お前ちょっと考えよ。いやちょっと待てよ、YouTube でやってもこっちはダメよ。いや、信長とか家康とか信玄とかいろいろあるじゃないですか。豊臣秀吉ぐらいにしとけよ、お前。泣くなら泣かせてみよう、と。それにしてはお前ってしまえよ、お前。おい、カットしとってくれよ、それぜひ。もうってしまえばあかんねん。そうっすか。でも、これかかった選手は何人も知ってるんで。そうでしょ。これはないよね、それは。いや、だけどそのぐらい愛情深かったというね。愛情も深かったし、うん、だから泣かせてみようか。そう、ね、お前らはやらんない、やらすぞと、こういうことで。まあ、ドラゴンズ投手陣もよう頑張ってるし、あのロドリゲスとライネル・マルチネスがおるから、この2人がおるだけで7回までなんと勝ってたら、まあまあ 95-6% は勝てる。勝ちますよ、うん、ちょっと祖父江とかが調子悪いけど、だけど若い清水とか結構あの中継ぎも揃ってきたし、選手のこの力量を把握して、松葉が6回に必ず崩れると、バッともう5回しか投げさないとはっきり。でもこの前6回まで行きましたね。まあ、壁越えたしね。したね、そりゃ。したね。だから断言しちゃいけないね。5回で変えた方がいいのかなと。まあまあ、でもそこら辺はこうよく目を凝らして見てるでしょうね。そう、うん、やっぱりね、あの思い切りがいいんか知らんけど、たまたまね、4月28日 の広島対ドラゴンズに言ったが、いや気持ち焼くなよ。東海テレビに呼ばれて行ったのよ。いや、今度僕は7月に呼ばれてます。あら、そうね。わしを差し置いて。おかしいじゃないか。いやいや、広島戦じゃないと思う。DeNA 戦よ、お前は。多分ね。うん、はい。でね。珍しいですよね。いや、そうなんや。いや、何年かぶりですよ。いやいやいや、わしもね。嬉しかったですか、ね、わしも2年ぶりぐらいに行ったの。そうでしょ。で、はい、それでね、立浪がその前の日に、むちゃくちゃつまらん試合やったもんで、ちょっと感情的になったんだろうね。今日から若手をもう行くって。1番鵜飼、2番岡林、3番石川で行ったのよ。そこから勝ちました。だから思い切ったよ。で、石川をあれ育てる人は絶対育てようもんね。だったら人体やばいけど損傷しちゃいけんわな。多いですね。まあ、人工芝はやっぱきつかったと思うよ、内野手は。練習すればするほど膝痛めるもんな、内野手は。いや、でも僕らの時って、うん、人工芝なんか学生の時から使う機会もなかったし、うん、でもプロ入っていきなり人工芝でしょ、うん、それもカチカチだったじゃないですか。いや、硬かったな。硬かったでしょ。横浜はコンクリートだったな。ねえ、びっくりした。あんな中でやってて人体大丈夫だったんですよ。今の人工芝用の靴もなくスパイクでやるだろ。いや、だから運動靴でやってました、守りは。なあ、きつかったわな、うん、なんか弱いですね。いや、弱いよ。鍛えられてないのかな。いやいやいや、お前はね、抜いてたんよ。関根純三さんがさ、抜いとって、元井さんが後ろだったから、元井さんの後ろでこうあんまりあの動かんでも動いたように見えたから。まあ確かにそれはありましたね。元井さん、ええバッティングしとったけんな。勝負強かったですよ、ね、勝負強い。あれはうち独特なもんやから。元井さんって言っても多分分かんないと思う。いや、分かる人は分かるよ。そう、まあそうそうですね。僕が同じポジションでね、大先輩の元井さん。一人一人一人。だから今は亡き関根純三さんがわしにポロッと言ったもん。もうあの高木豊を使う言うて。本当に言ったんですか。言ったよ。お前言われたいって言ったじゃないか。いやいや、達川さんに言われたんでしょ。じゃあその後聞いて。なんで達川さんに言ったんですか、関根さん。
まあ一緒に戦えようということじゃないかな。いやよくわからんけど、いや関根さんなんか言ってくれる、いろいろ言ってくれたの。あ、本当ですか。タスカー君、高木豊はずっと使おうと思うんだけどどうだとか言って言うから、あ、いいんじゃないですか、あれでなかなかしぶといバッティングしてますし、私確かめに来るなっちゃうの、相手のキャッチャーに。本当ですか。うん、なんか嬉しいですね。できるようになったの、すごいよ。新庄取ったんだろ。取るわけないじゃないですか。誰取った新庄。原がいるんじゃないですか。原を取った。そりゃそうっすよ。原を取った。いや僕は最初のうちはレギュラーじゃなかったんです。でも規定打席足りたろ。いやいや最終的には。いやいや3年目です、規定打席足りんかった。お前もでもだいぶコミッショナーに物申したもんな。ノーエラーで1シーズン終わったのにゴールデングラブ賞取れない。いや日本記録でね。日本記録あれはまあおかしかった。おかしいじゃないかって。昭和が取ったんだろ、はい、それあれはロータイよ。いや切れるでしょ。切れるやろうけど、広島のロッカーでさ思いっきり笑うたい、みんなで。なんで涙出たり、おかしくて思い出しただけで、ユタカが怒っとるでって新聞わしが見ながらさ、こうやってさ、みんなの前でユタカが怒っとるところでグラブ取れんかったんで。いや、怒らないですか。何のために記録なんだと思いますよね。まあしょうがないよな、記者投票じゃね。まあまあ、そりゃそうですね。翔太がずっと取れたからな。でね、翔太とはね、うん、また遺恨があって、うん、32個でトマシノと取るよう並んでたんですよ。知っとるよ。大体ね、4個差あったんですよ。ああ、4個差じゃなかったよ。あれ4個差です。6個走ったの。いや、違いますよ。4個差で、うん、もう最終3試合ぐらい残ってたんですよ。うん、で、関根さんが、うん、お前後輩やろうと、友達の方がね、うん。だからお前もう走んなよって、うん。もうヤクルトはもう終わってたんですよ。終わって、分かる分かる。ゲームがね。分かる。で、あ、全然いいですよと。走っても消化ゲームだしって。うん、だからもういいですよと、うん、で一緒に取るつもりだったんですよ、うん、おっさらもう試合終わったら、うん、翔太さんがもう6個走りましたよ。どうやって走ったんだみたいな。いやいや、どうやって走ったってさ、その最初はまともに走ったのよ。でリーチかかってさ、向こうがさとんでもないクイックしだしたの、うん、でわしがまあわしがで、翔太はもう忘れとると思うんだけど、翔太スチールなの、普通に走るだけでのって、ディデートスチールがあるけ、相手の山崎武史、お前がパッと走らんかったらホッとする間ができるけ、ディレイとシール1台だろ、センター投げる。いやね、僕はあのやられたと思ったのは星野さんと山本浩二さんでしょ。うまあ仲いいじゃないですか。そんなことはしてない。してないです。でもお前塁に出るって、お前6回も塁に出ることがすごいよ、ダブルヘッダー。いや6回じゃないですよ、二刀さんと二刀さんと。だからそんな今そんな走れるかー言って。いやそれはもうそれはないけどさ、だけどそれはないでしょ。いやいや、それはいや、それはなくても、だけどあのおかげで山崎武史は外野に行ってホームランも取ったんじゃけ。あのおかげってこっちからしてみたらいい迷惑ですよ。まあそうだろうな。いやそれで残されたのがね、広島戦2試合ですよ。わしだけ走れんわな。いやまあそれもあるし、うん、でね、大下さん、あの当時ヘッドコーチかなんかやったんですよ、うん、でね、飛行機乗ったんですよ、うん、そしたら僕の後ろなんですよ、うん、そういう、だから、お前根性ないの、うん、何が根性ないって、お前6個もねそんな八百長みたいな走り方しやがってみたいな。八百長じゃないよ。いや、思ったんですよ、僕は勝手に。あ、そんな1試合6個なんか走れると思ってないですから、うん、2試合2試合で、あと残り2試合なんですよ、うん、広島戦、うん、スタジアムで、うん、これでもう全日程終了ですよ、うん、で、僕がどうやって出ようかなと思って、うん、左の清川出してくるんですよ、うん、俺の時だけ、うん、どうしようかな、苦手だしなと思って、うん、セーフティーバントの構えをパッと見せといて、うんうん、そしたらサードがダッシュするじゃないですか、うんうん、これカーンって悩んだら絶対ダメだと、うん、ポーンとプッシュバントやったんですよ。あの頭を越えて、越えた、そう、覚えたの、覚えたの、覚えてます、覚えてる。ほんで一塁に出て、うん、清川のクイック、うん、あれね、0.5 もなかったですよ、うん、こんなんすもん、うん、走れないだろっていつスタート切るんだよみたいな。いやいや、翔太も最後そうだった。いやいや、それで切りましたよ、うん、落車アウト。あ、そう、西山だったんじゃないキャッチャー。いや、お母さんはね、もう消化ゲームだから。そういう、あの消化ゲームだから来てなかったんじゃないですか、多分行ってなかったから、うん、で、若手を連れてきてると思う。そうそうそう、で、西山か
西山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 間違いない。だからもう全く走るチャンスもなかったです。お気の毒な。いや、そうしました。本当ですよ、まあ、これ何の話かこんなの。まあお前のやっぱり YouTube だから、はい、お前の野球人生もやっぱりちょっと混ぜた方がやっぱり。それは辰川さんの指導で僕喋ってますかね。いやだけどお前の指導でいけてわしらは普通ならうなずきながら、うん、そうやったなとかいろいろそういうふうにするのが人体の話からです。人体な、そうそうそう、人体やっぱりさ。そうそうそう、やっぱりそれはあの今の子はね本当かわいそうなよ。人工芝でさきついよ本当に。あのでも当時の横浜スタジアムの人工芝に比べたら天国みたいじゃん、うん、ただね横浜スタジアムの目玉チャーハンうまいな。うまいっすよね、あれな。あれねポンってあれして醤油垂らさないですか。うん、そうそう、あれさあのケータリングあるんだけど、はい、こっそり頼んどったんだよな、うん、それでマヨネーズかけないですか。マヨネーズまでかけんかった。いやマヨネーズかけたらまためちゃくちゃうまいです、マヨネーズかけるとちょっとコレステロール溜まるからな。いやまだかまだ選手の時、選手の時それはもう現役終わってからやんないですだけどまあ昔はあれぐらい食べて平気でやりよったからの。そうですね。で次行っていいですか。次来い、はい来い。 DeNA お前1位にしとったんや。そうです。いやもうようええとこ見とったんや。でしょ。いや悪くはないけどオースティンがいなかったり計算がちょっと狂ったから戦力さえ整っとったら優勝できるだけのものはあったよ。ねえ過去形じゃのありますよ。いやもうないでしょ。いやいやまだ分からんよ。エラーが多すぎる。もういいよあれね。ここが優勝するチームに2勝思ったらセカンドにちょっときっちりしたやつを置いて牧ファーストにせなかった、うん、ですよね。あいつのねバット持たしたらね超天才、うん、グラブ持たしたらねちょっと本当にね厳しい。いやまあバットは一流、ええ、守りは二流っていう感じですよね。二流ならええけどお前三流ね。いや昨日もやっとったけどお前ヒットになってたよお前。昨日なんかブロックしてたんですよ。いやどうしたことどうしたんかなよね。だけどいいバッティングしてるな。いやすごいインコースの打ち方なんかまあな、これ三冠を取るかもわからないですよ。横浜スタジアムが味方して。いや取るかもわからんな。山川かあれだな牧じゃな。やっぱ山川の飛距離もすごいよ。山川すごいですよ、うん、山川がもし DeNA 来たらもう絶対優勝するよ。70本ずるんじゃないですか。いや75本ぐらいいくんじゃないかな。いいか上いくマイナスで来るかと思ったら。いや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 、それぐらいさあいつの飛距離はね半端じゃない。バチー言うからの、ね、あれで一発殴られたら死ぬだろうな。いやそりゃ死ぬでしょ、うん、すごい山川すごい、うん、だけどもう DeNA の話からずれるな山川の話に。いやいや僕はずれてないですけど、うん、だからまあ だいぶ飽きてきたでしょ話すのに。いやいや全然飽きんよ。大丈夫ですか。今からぐーっとこう来たよ。でショートがちょうどの大和が行ったり関根だのってあの柴田あのやっぱりさ優勝するには宮崎にしてもよう打つけど、わしらは優勝何回も経験してるけど僕は全く経験してないけど残念ながら守備はありよ守備は。やっぱ守備はあの横浜だって屋敷がおったりいろいろおってお前がおって、ね、スーパーカートリオの時なんか結構優勝争い絡んどったけど守りを含めたピッチャーを含めた守りはキャッチャーはちょっと肩が弱いとかさ。あそうですね。でピッチャーがさ守りはね内野の守りは伝統的にうまかった。いや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 、だからやっぱ米田さん山下さん、そうそう、山下さんうまかったな。うまかったでしょ。あの人の守備はねまあ憎たらしいほどさ相手のランナーの走力知ってんのよ。計算されてますよね。向かってのふーっと投げてさふわーっと落下線みたいなボール投げるんだよ。うわーこれひょっとしたら悩んだなるかなと思ったらパタッと、ね、うまいよ。本当に計算されてる。スローイングはさもう間違いなかった ね、ああこれってお茶飲んでんか途中で。いや全然いいです。飲んでんのこれ。だから広島も3連覇した時ちょっと前ね守備が良くなったですもんね、うん、格段と菊池が入ったりとかして、やっぱりね二遊間がしっかりしたという二遊間あの田中君までセンターラインが ねきっちりしとったし石原がおって相澤がちょうど出てきたからね。そうですね。でピッチャーも黒田が帰ってきたりしてねやっぱりピシッとしてたので、中崎がね抑えできちゃった。だからやっぱり横浜あたりは山崎や安脇なんだあんなエボール持っとんのにビビらなかんのかいね。あまりにもね打たれること怖がりすぎとる。あんだけまっすぐとフォークを一級品持っとんのにキャッチャーがさ初球投げさせたボールばっかり投げさすもん。フォークいたらフォーク、いや続けるんですよ。ツーシームツーシームとか言って、あれさ相手がまっすぐ待っとってもまっすぐ投げてもファール打つってね。そんな前1打席でさ前飛ばんってあんなエーボール投げてるのに。よく見てますよ。性格いいし、わし全部見とるって誰がどうでこうでいて。じゃあ次行っていいですか。次守備ね。 DeNA は守備だから阪神
阪神はちょっとの打たんすぎるけど、やっぱりさ。